国鉄207系電車。国鉄207系電車。国鉄207系電車は、日本国有鉄道。国鉄は1986年、昭和61年に製造した直流通勤系電車。国鉄最初で最後の、営業用 VVVF インバータ制御電車として重量、編成1本が試作された。そのため、試作車としての900番台のみが存在する。 1987年、昭和62年の国鉄分割民営化では、全社が東日本旅客鉄道 JR 東日本に承継され、2009年、平成21年12月5日に営業運転を終了し、2010年1月6日に全車両が廃車され、廃系列となった。国鉄では1984年、昭和59年から、 北陸新幹線での本格採用を目標とした VVVF インバータ制御の研究を進め、101系を改造して試験を行いデータを取得した。次の段階として量産に向けその結果を反映した車両を新規に製造することとなり、投入路線としては常磐観光線が選定された。常磐観光線は低都高速度交通営団、営団、現、 東京地下鉄千代田線との相互直通運転を行っており、協定を満たす高い加減速性能と車両使用量の関係から、A 段車両と同等の省エネルギー性能を要求される路線であり、また同線にはすでに103系1000番台に代わって、電気子直波制御を採用した203系が投入されていたことから、性能の比較検討もできるので投入するに適当で、あるとさ。 1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正での銅線の所要車両数の増加に合わせて製造、投入された。製造後は銅線及び千代田線の営業運転にて運用し、経過を見ることにした。203系のアルミ車体に代わり、当時製造が進められていた205系に準じたステンレス製軽量車体としている。 地下鉄対策で、全面中央部に非常用貫通扉を設け、各部の装備品が AA 基準に対応したものとなっており、側面も電動車の電動機冷却風取り入れ用の通風口がないなど、205系と異なる点がある。203系などと同様、登場当時は、先頭車の前面右上と各車の側面膜板部、片面につき2箇所に JNR マークを、 形出していたが、分割ミニエカジに、前面は JR マークに差し替えられ、側面は消去されて、両戦闘車のみ、別の位置に JR マークが掲出されている。従って、本番大区分は、他の国鉄形式より、JNR マークの掲出期間が非常に短かった、約3ヶ月。また、前面の運行番号表示期は当初は、 巻き取り式であったが、2004年頃に LED 式に改造されている。台車は205系が採用しているものと同等の軽量ボルスタレス台車 DT50E、電動車と TR235F、制御車、付随車が採用されている。後述するが、性能比較のため、別々のメーカーのインバータ装置、SC20 系を搭載したが、 本系列のインバータユニットは、東芝、ゲート制御部については、日立製作所が設計を担当する OEM 方式を要している。このため、ジレノンは製造メーカーが違うものであっても、ほぼ同一であり、また日立製作所製のものをベースとしていることから、先に登場した東急9000系に類似している。インバータ装置の使用素子は、 G と再利した 4500V-2000A である。各電動車はモハ2 0 7系、m 1車とモハ2 0 6系、m 2車で二両ペアとなっているが、各車ごとに制御装置とインバータ装置を搭載している 1C4M 制御。ただし、パンタグラフとフィルタ装置は M1 車に集約搭載している。富士電気製の制御装置は、 在来線での以後の採用例は209系900番台。製造当初はパワートランジスタを採用。2001年の DATC 導入に伴い、三菱電機製 g t o に交換や三洋電機鉄道5030系、富士電製イベットなど一部に限られている。MT63 型主電動機の基本性能は、低格出力 150kW、端子電圧 1100V、 電流百 a 定格回転数二千二百 r p m 滑り率二点五パーセントで統一されている。一時間定格速度は、時速四十八点零キロメートルである。駆動装置は、国鉄の車両としては唯一、TD 平行、カルダン駆動方式が採用されている。VVVF インバータ制御は二百三系の電気紙、直波制御よりも高い加減速性能を発揮することが、 可能だが、常磐観光船で、電動車比率を下げても問題ないとの結論は出せず、電動車 M と付随車 T の比率、MT 比は203系と同一の6、4とされた。ブレーキ装置は205系と同等の、回生ブレーキ併用電気指令式ブレーキだが、本番大区分では、VVVF 車の特性を活かし、遅れ込め制御を採用している。室内は、 クリーム色系の内装版、床式物は薄茶色と205系のほぼそのままの内装カラーを踏襲している。座席はロングシートで205系に準じた構造である。座席モケットも心臓時は205系と同様に7人掛けの中央一人分が薄茶色で、他は茶色であったが203系と同様に後年一人ごとの着座位置を示すが入った青色ベースのものに、 取り替えている。乗務員室背面仕切り壁部は2 0 3系では ATC 装置などの機器スペースとしていたが、本系列ではこれらを床下偽装としたため、背面仕切り壁には窓が設置されたものとなった。東京支社松戸車両センター、トーマと71編成、1986年11月上旬に、 川崎重工業において6両編成で落成し、山陽本線、東海道本線で試運転を行った。数日後、関東へ改装して、東急車両製造に入場し、中間車4両を組み込んで約1ヶ月半もの期間、各路線で試運転を継続した。各種試験終了後の同年12月29日から営業運転に入った。一本のみが、 試験的に製造され、営業運転をしながらの試験が続けられたが、悪天候時は空転が多いなどの欠点がある上に、製造コストが203系より高く、常磐間光線における必要編成数もすでに充足していたことから日本目以降が製造されることはなかった。試験終了後は、同じ路線を走る203系や1999年に、 導入された209系線番台と共通運用されてた。1980年代後半の時点では、VVVF インバータ制御の車両は製造費が非常に高価であり、当時、山手線で運用されていた205系重量編成、6M4T 並みのコストにするには 4M6T まで電動車比率を下げなければならなかったが、 こうなると A 団との乗り入れ協定において要求される加速性能を満たせなくなる。このコストと性能の問題点は国鉄とその後の JR 東日本だけでなく乗り入れ先の A 団地下鉄当時にも影響を与えた。A 団はインバータ制御を用いた車両の導入を検討していたが電気子直波制御や独自に開発した改良型の高周波分 巻きチョッパ制御を用い6000系などを追加申請している。本系列以降、常磐観光線と千代田線の直通運用に、インバータ制御車が新規導入されたのは、A 段は1993年、平成5年の06系、JR 東日本では1999年、平成11年の209系1000番台となる。2008年、平成20年、 千代田線直通用の E233 系2000番台が申請されることが発表され、2009年、平成21年5月に第一編成が落成した。これにより、203系とこの207系900番台が置き換えられることとなった。本番台区分は試作者である上、重量編成1本しか在籍しておらず、機器類が特殊で、 交換部品の確保など保守に難があるめ、203系に先立って同年9月上旬までに定期営業運転から離脱する予定と報道された。その後、同年12月5日にさよなら運転を実施することが報道された。当日は、ありがとう207系松戸車両センター2009.125と表記された三角形のヘッドマークが両先頭車。 貫通扉部分に装着され、団体専用列車として、常磐観光線、松戸取出館を一往復し、その後松戸車両センター内において、当該列車の乗客を対象とした、車両設営会が実施された。2010年1月5日に、長野総合車両センターへ、配給輸送され、翌6日付で廃車された後、同月中に解体された。 運用開始から24年目のことであった。西日本旅客鉄道 JR 西日本では1991年、平成3年から2003年、平成15年にかけて同米の207系を称する通勤系電車を導入したが、設計思想が大きく異なっており、本番大区分とは無関係である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。